ちゃん、おはようございます。おはようございます。 JFL で全国巡る若のアイナとさきらです。はい、今日は2月22日にゃんにゃんにゃんの日ですね。今日は何ですか？今日はアラクラブ対福山市 TFC プレシーズンマッチスクワドラカップに行きたいと思います。奈良クラブのホームスタジアムロートフィールドのすぐ横にはスターバックスがあります。キャラメルアップルルイボスティがおすすめです。ホワイトモカがおすすめです。ではレッツゴー。はい、皆さんこんにちは。今日は太陽こっちや。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ちょっと今回タイムスケジュールが結構カツカツなんですけども、先週のウォーミングアップも終わって、次はもう選手入場を待ってキックオフっていう感じになります。一言意気込みをお願いします。絶対でも本当にあのスクワドラカップということで、株式会社アクアム様が主催してくださってるので、すごい記念すべき第1回の開催なので、楽しんでいきたいと思います。頑張ります。頑張りましょう。久々に太鼓叩くからな。緊張するな。でも楽しい。頑張っていきたいと思います。イエーイ。前半17分で足をする。早いな。逆釣れそう。ごめん。ごめん。あ、危ない。はい、皆さんお疲れ様です、試合が終わって今から帰るんですけれども、試合結果は2対2-0で、奈良クラブの勝利です。で、今回対戦した福山市 TFC なんですけど、個人的に応援してる選手も数名いたので、すごいあの自分の中でも感慨深いプレシーズンマッチだったなと思いますので、すごい楽しかったです。白幕で福山市 TFC に向けたメッセージも、選手入場とかで、ね、掲げさせてもらったんですけど、うん、まあ、それをちょっと福山シティの選手に届いてるかな、ちょっとドキドキしながら届いてるといいなと思います、うん。福山市 TFC グッズブースがあったので、しっかり、タオルマフラーもゲットしました。こんな感じで、めちゃめちゃかっこよくて、しかも今治さんなので手触りがめちゃめちゃ、これほんまにめっちゃ気持ちいいです。で、今回ででん、ちょっとこちらとあともみじまんじゅうもいただいたんですけど、福山市 TFC の方からお土産もいただいて、ちょっと奈良クラサポーターで少し周りの人に分けさせていただきました。私もそのサポーターの方が昨日 YouTube 見たよとか言ってもらったり、あとなんかあとはそのお姉さんの太鼓だけじゃなくて、すごい響いてたんでめっちゃかっこよかったですとか言ってもらえたんで、すごい励みにもなりましたし、すごいこれからも負けじと頑張っていきたいと思います。はい、はい、次の奈良クラブの試合なんですけれども、次はもうリーグ開幕になります。アウェーゲームでのスタートとなりまして、3月13日に三浦琵琶湖滋賀と対戦します。少し遠いですが、こちらも応援に駆けつけてくださる方がいると嬉しいです。はい、またホーム開幕戦が3月19日の、土曜日13時1時ですね、よりロートフィールド奈良で、ホーム開幕しますので、皆さんぜひこちらも足を運んでいただけると嬉しいです。一人でも多くの方にスタジアムに来ていただくことが奈良クラブの力になります。ぜひ春休みの休日を奈良クラブで過ごしてみてください。では今回のプレシーズンマッチスクワドラカップ2022の動画は以上になります。それでは次の動画が
スタジアムでお会いしましょう。